アセチルセルロースはセルロースから製造される合成樹脂で繊維や映画フィルム、録音テープのベース材として利用される。酢サ酸サセルロースやセルロースアセテートなどとも言う。世界で初めて人工的に作られた合成樹脂はセルロースを硝酸エステルとして就職したニトロセルロースであった。しかし、ニトロセルロースは火薬、爆薬としても使われる物質であり、 発火性を有した。そのため発火性のない他の物質の開発が期待された。アセチルセルロースは1869年にフランスのポール・シュッツェン・ベルジェがセルロースと無水作産とから初めて製造し、1894年にイギリスのチャールズ・フレデリック・クロスとエドワード・ジョン・ベバンによりこれを製造するための脱水触媒が改良された。 グルコース単位の3つのヒドロキシ元をすべてアセチル化したものはトリアセチルセルロースと呼ばれ、当時はクロロホルムにしか溶けず防石には利用できないとされたが、塩化メチレンに溶解することがわかり、1930年頃から特に日本において塩化メチレンを使ってアセテート繊維が防石されている。また、第一次世界大戦中は飛行機の翼抵抗を低減させる塗料として、 利用された。今日では、繊維用のほか電線やコイルの絶縁体、タバコのフィルター材料として用いられている。トリアセチルセルロースを3倍量のアセトンに20時間ほどかけて溶解し、一部のアセチル元のエステル結合を、過水分解して、ヒドロキシ元に戻し、2個、個アセチルセルロースにしたものはアセトンによく溶けるので、これを溶剤にして、乾式防止すると、 アセテート繊維が得られる。発火性はなく、カーテンチなどに用いられる。また、トリアセチルセルロースをプラスチックとして、フィルムシート状に加工した素材は、1990年代以降、液晶パネルの変更版などに用いられて、生産量が拡大した。TAC の加工、生産方法は、かつての写真フィルムメーカーが開発を主導してきた経緯があり、 2000年代初頭のメーカー別シェアは、富士写真フィルムの約8割、コニカミノルタの約2割と、日本企業がほとんどを占めた。映画用フィルムでも引火しにくい安全フィルムとして長く用いられてきたが、特に日本のような湿度の高い環境では、長期保存すると、加水分解して劣化する問題が明らかになり、過去の映像資産が失われる危険が生じている。一方で、 20世紀後半からは、アセチルセルセルロースは、バイオプラスチックとして、再評価されるようになった。アセチルセルロースの成分はいずれも天然に存在し、途中や海水中で分解されるため、高い生分解性を持つとされている。さらに、セルロース誘導体を参考に、他の多糖誘導体も、熱化塑性樹脂として研究されるようになった。 古生物の植物化石研究法にアセチルセルロース樹脂のシート、つまりアセテートフィルムを利用したピール法というものがある。高温、高湿度条件下、または pH2 から10の水中によりアセチルセルロースは酢酸エステル結合が加水分解されセルロースと酢酸に分離される。アセチルセルロースは pH2 から10の水により水分解を受けて低され、 最終的には二酸化炭素と水にまで分解される。pH8 から8.5を保つ海洋中では約2年間でセルロースと酢酸,酸に分離され、続いてセルロースの生分解が起こり、遅くとも3年以内には全体の生分解が進む。このためアセチルセルロースの海洋中での生分解性の高いと考えられている。アセチルセルロースはこうした性質から 生分解性材料の重要性が認識される現代において再びプラスチックとして脚光を浴びている。ありがとうございます。